里崎チャンネル。こんにちは。さあキャンプ情報ですよ。はいはい、待ってました。だからキャンプで僕は勝手に気になった選手で、はい、だから全球団言うかどうか分かんないです、はい、だからこのキャンプで、まあ、ここからのオープン戦で気になった、はい、まあ若手とか、はい、特に、うんうん、まだジャイアンツの話はね、はい、しましたけど、そうですね、だからまあ今回は、はい、じゃあヤクルト行こうかな、お浦添へ行って、はい、高石そば食べました、え高石そば行きました浦添へ、いや手だこそば派なんで、あ油脂豆腐そばが美味しいんですっていや手だこそばの、はい、麻婆そばが、はい、あもうそうあるんですか、豆腐そばっていうのがあって、それが美味しいんです、僕は豆腐そばの早期のせ、はい、大っていうのがあるんです、へえ、あの美味しそうですね、しかも餃子も美味しかったです、今回手だこそば、あ手だこっていうお店ですか、はい、へえ、ほんと浦添のキャンプ場のすぐ横にあるんですけど、はい、今回2回行きましたもん、あそうなんですか、はい、へえ、でもなんか佐々木さんがなんか言ってくれたらしくて、佐々木さんのやつ見てきましたって来てくれましたよってお母さんが言ってました、すごーい、だからサービスがあるかどうかわかんないですけど、はい、そうなんだ、じゃあ次行ったらそっち行ってみよう、はい、でヤクルト見に行った時に、はい、練習試合してたんですよ、はい、サムスンと、うん、でその時に見た時に、はい、いいピッチャーいたっす、どんな方でしょう、長谷川っていう、うーん、もともとソフトバンクの育成選手だったんですよ、はい、でそれが確か育成選手って3年経ったら1回なんかウェーバーみたいにかけなきゃいけないんですよね、はい、でもう1回雇い直すとかっていうそのルールが確かあって、はい、でそれでヤクルトに試合ができたんですよ、はい、多分今年からだと思うんですよ、へえ、ちょっと選手情報見ていいですか、はいはい、長谷川選手、はいはい、長谷川博己選手ですね、そう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 、あ21歳、はい、2016年育成ドラフト2位でソフトバンクに入ってるわけですね、はいはいはい、だから去年もウエスタン9試合なんですけど、はい、まあ、3軍で15試合投げてて、はい、174センチ、73キロ、はい、やっぱりね、育成選手の規約に沿って1回自由契約にしなきゃいけないですね、3年、16、10、17、18、19って3年終わったんで、はい、で、一時はソフトバンクに残留してがその支配下目指そうと思って保留してたけど、はい、ヤクルトがね、試合下登録でらしいんで、はい、それはまあ入りますよね、支配下やったーになりますよ、全然違いますもんね、違いますよ、でそれで見たんですよ、はい、すっごい速かったです、それと、もうこの時期で149キロ出たんですよ、はい、左で、はい、だから多分球は速いんですよ、はい、だから力はあるんですけど、コントロールは悪いんですよ、だからまだその一軍になかなかっていうところだと思うんですけど、はい、まあ、僕の見た見解だと左投げなんで、はい、右手のグラブの使い方が、まあ、持っていないですよね、そこがうまく使えないから肩の開きができて、リリースが安定しないんですよね、はい、でも力あるから手だけでガーン投げたら、はい、ストレートとか速いですけど、はい、まあ、安定感にかけるんですよね、うん、だからストライクゾーンを、まあ、もう2つぐらいでいいんで、はい、真ん中に引いて内か外か、うん、縦に横に引いて上か下かぐらいでいいんで、佐藤さん塾でやりましたね、そうそうそう、はい、それぐらいの感覚で投げていったら余裕生まれてくると思うんですよ、うん、で変化球もチェンジアップ系とスライダーがあったんですけど、はい、若干この昔伊藤智人さんって言ったんですけど、伊藤智人さんみたいに手が若干遅れて出てくるんで、うん、いい感じでここで間ができて腕振れるから結構曲がるんですよね、うん、だから質はいいですよ、はい、ボールのあとはコントロールですけど、そんな別に四隅狙うコントロールいらないんで、はい、だからキャッチャーもあんまりコース構えないで、うん、甘めに構えながら力でねじ伏せて出る感じになったら、はい、ヤクルトローテーション入ります、はい、おー、そこまで期待できるの？できます、でまあね、ヤクルトの投手陣が、はい、まあ、層が薄いんで、はい、そういったところでもチャンスがあると思うんですよ、うん、だからもしそのコントロールのね、そのストライクボールを投げ分けれるコントロールができるさえすれば、はい、もう入ります、ローテーション、それぐらいの力あります、だから楽しみですね今年、特にそうですね、コントロールってどうやったらこうなんか良くなるものなんですかね、まあ、基本的にコントロール悪い選手っていうのは肩の開きが早いんですよね、はい、で、やっぱここの肩の開きが早くなると、
手が遠心力に負けて遠くに行くんですよね、はい、で遠くに行くとコントロールしづらいんですよね、はい、一番コントロールしやすいのは体の真ん中っすよね、はい、うん、そうですね、もしくはこの延長線だからダーツとかでもこうやってこの延長線上でやったりとか、こうやって体固定して、固定してやったりとか、ね、うん、もし正面で字書くときとかは自分の、はい、正面にするじゃないですか、はい、ご飯お箸使うときも、はい、これはこの正面か真横のこのライン作るのが一番コントロールしやすいんですよね、はい、ってなった時に手が離れていけばコントロールしづらいんですよね、こっちに投げるのに、はい、でも力あるからここだけで投げるんですよ、はい、だから開きを抑えてしっかり肩をこう壁作ってこの入れ替えだけで投げて手が離れていかないように遠心力に負けないようにするとコントロール力なんですよ、はい、だからコントロールいい選手っていうのはキャッチャーから見てバッターから見て胸はなかなか見えないですね、見えた瞬間にはもう手がボール離れてるみたいな感覚です。なんかよく言いますよね、壁があるような想像するとか、その時にこう左手をうまく使わないと、はい、ダラーンってなると開くこうなるんで、はい、なったらこうなっちゃうんで、はい、だからそのグラブのそうそうをしっかりもうちょっとうまく使ってやれば肩の開きを抑えれるんで、へっていうのがあるかなっていうね、コントロールってそういうところから来るんですね。そうなんです、そうなんです、知らなかった。そういうところをもっとね、はい、まあ、まだ若いんで、うん、あのやっていけばポテンシャル高いんで楽しみですね、はい、わー、球の質はいいと、いいですね、楽しみですね、うん、あとはね、はい、若手の有望株で言えば、はい、楽天ですね。お、誰だろう誰だろう。楽天見に行ったんですよ、金に、はい、うん、その時ヤクルト対楽天の練習試合だったんですけど、はい、誰だろう、あのちょっとね、うん、楽天ね、はい、ちょっと勘違いしましょう。何を勘違いしてたんですか。あのなんか戦力保護ばっかりして、はい、育成よりも、うん、もうガーッとガーッ行くみたいな、あーなんかいい人取ってきて、じゃあそのもう戦力だけでガーッて行くみたいな、うん、思ったっすけど、はい、若いのにすごいやつがいっぱいいたっす。うわー嬉しいことだえ、そういっぱいいたいるやんと思って、はい、まあ若いのって新人も含めてですけど、はい、うん、これは若手の層も、はい、何気にいいやんと思って、うん、おお嬉しい。だからまあね、去年ドラフト以上辰巳、はい、まあ、これはまあ誰しもがね、うん、いいのは分かってますけど、多分今年センターでレギュラーじゃないかなって思いますね、辰巳選手は。そうですか。あの私の個人的な意見ではもう一番センター辰巳かなみたいな。あのでもね、うん、それも聞かれたんですよ、はい、辰巳選手どうですかって、はい、まあ、まだチャレンジャーですよねっていう。あ、だって要は外野はブラッシュかロメロ、はい、島内が決まってるわけでしょ。そうですね。ということは一つしかいない、はい、でそこに辰巳もそうだし、オコエとか、はい、田中和樹もいるし、でもし岡島も外野を守った岡島もいるし、はい、あの結構いるじゃないですか。あの去年の渡辺陽志選手とか、あ、そう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 、小郷選手とかね、2年目になる選手も結構いますしね。全員で競争だから、はい、まだ楽勝じゃないですよね。だ島内選手とかも本当にもう今確固たるレギュラーですけど、うん、危なくなってきますよね。若手もこうどんどん来ると、だからそういった意味ではこのこうオープン戦に向けて結果出し続けなきゃいけないんですけど、はい、あの小深田、はい、お、第一新人、はい、大阪初めて生でちゃんと見たんですけど、はい、足めっちゃ速いですね。お、足が速い、足速いです、はい、しかもあの大体アマチュアの足速いバッターって、はい、なんか当て逃げするんですよ、うん、もうとにかく当てて走ってみたいな、はい、でもしっかり振ってるんですよ、はい、だそういったところも、うん、なんて評価上がるし、うん、あと山崎選手、はい、背番号が34かな、はい、山崎剛志かな、はい、もう足速いし、そうですね、でこの小深田もそうですけど新人の割に体がしっかりしてるんですよ、はい、でこの山崎選手も新人じゃないですけど若手の割に体がしっかりしてて、はいはい、結構厚みあるなと思って、なんか体の今年プラスあの高卒のドラフト2位の黒川、はい、あれも良かったし、あ、やっぱそうなんですか。今から言おうとしてた、あ、すいません、言っちゃった先を読むっていう、ほら、セカンド守ってて、はい、朝倉のあたり、そうなの、はい、で、結構でかいな、うん、新人やんみたいな、はい、高卒の新人180cm あるね、体もしっかり出来上がってるし、はい、うん、で、結果は出てないですけど、はい、やっぱりそのしっかりボールにをロックオンしてから振ってるんですよね、うん、惰性で振ってんじゃなくてパッ見て振ってて、はい、しっかり、うん、だかそういったところでもあのフォームのバランスもいいし、はい、アウトのなり方もいいし、うん、あのまあね、浅村とかいるから、はい、そんな多分今年からバンバン一軍で出るとは思わないですけど、うん、未来に向けて、
このオープン戦、その試合の中ではこの辰巳、小深田、山崎で黒川、はい、この4人はおーおーと思いましたね。おーうわー、田中すごい嬉しいです。でもそう考えると本当に今内野が厚みすごい増してません？増してる。だって鈴木大地選手も入ったし、うんうん、で小深田選手がいいってなったら森選手、銀次選手もいるし、うん、あと誰か外野行く可能性もあるよね。外野もやるからみたいな。そうですね。あとオコエでもまたでかくなってた体が、なんかすごいですよね、うん、今だからブーちゃんじゃなくて、はい、ガッツリガッツリ、うん、その割にスピードも衰えてないから、はい、やっぱ体でかくなってもスピードとか衰えないなと思って。そうなんですね、まあ、でもね楽天不安要素あります。え、なんですか？やっぱ褒めてばっかりじゃないでしょ、はい、やっぱこれは。あ、まあまあ、ちょっと課題とかも見えてもね、言わなきゃね、そんなの、はい、褒めてばっかりつまんない。はい、なんでしょう。やたら左多い。いや、それは前からそうなんですよね。そうなんですよ。もう、はい、新人も左じゃん。はい、もうあ、そうなんです、どうですね、はい、もう右おらんやないかみたいな。右、誰いるかな。浅村選手、オコエ選手が出そうですよね。うん、だからもしね、はい、センター辰巳だった場合、はい、右は浅村、はいはい、外国人2人、キャッチャーだけだった。いや、本当いないんですよ。そうなんです。で、はい、残念ながら、うん、あの日、その試合の中では、はい、右のいいのは見つからなかった、はい、あらららら、そっか。そこは大丈夫なんかなって一生思うんですよね、左ばっかりで。うん、まあ、いい左バッターが多いってずっとまあ言われてるんですけど、はい、でも、対左ピッチャーに対してあんまり成績下げちゃうと、そうですね、もう一切回らなくなるから、そこら辺どうなるのかなっていう。そうですね。いや、本当銀次選手とか茂木選手、うん、みんな左ですもんね。内田もなんかピリッとしてないしね、なんか。ああ、でも和製大砲としてすごい期待は。おととしね。はい。して、私もすごい頑張ってと思ってるんですけど。あ、ちょっとピリッと、あの試合に関してはピリッとしなかったですね。僕の目には。アウトの投げ方が悪かったですね。うん、森選手どこを守るんですかね。やっぱりまずはショートでレギュラーですよね、うんうん、だからそう考えたらなんか上積みばっかり取ってきてるわけじゃないやなと思って。石井さん考えてますよね。え、うん、でもその左ばっかりは大丈夫なんかなっていう、はい、その試合始まってね。うん、そうですね、やっぱ今左主流なんですね。いや、左が好きなんですか。え、でも右投げ左打ちだからね、黒川にしても、はい、そうか、そうですね、小深田にしても、うん、どうなんですかね、本当に。え、でもどうなんですか、他の球団って、あ、左が多いな、右が多いなってあんまりそう、ちゃんと見たことないですけど、うん、結構バランス取れてるもんなんですかね。どうなんだろうね、はい、ちょ注目してみなきゃね。そうですね。それでボーッと見てて、あ、左ばっかりやなと思って、うん、あと松井裕樹先発してた、その日。あ、やっぱり、はい。でこれはあの日刊スポーツの評論にも書いたんですけど、はい、やっぱ全力で力入れて投げた時はバランスいいんですけど、はい、あのやっぱ先発って、まあ、全部全力で投げて9回投げれればいいですけど、はい、やっぱりその8割とか、うん、7、8割で投げてここ1、10割みたいな感じのやつになってくると、まあ、まだ今調整中だし、はい、早い段階だからまだ仕上がってないと思いますけど、あの8割ぐらいで投げて出力高いボールを投げていくことが課題ですよね。うん、若干あの8割ぐらいになるとフォームは緩んで、はい、あのフォームのバランス崩れちゃうんで、そこら辺もしっかりこの開幕に向けて修正していければ、はい、先発ローテーションとしては回れるだろうし、うん、わー楽しみだなー。で、まあ、もしね、はい、先発うまくいけなかったらその元々中継ぎでね、はい、ポテンシャル合ってたんですから、はい、まあ、その前後ろ関係なく合ってるポジションで投げるのはいいことだし、でも新しいチャレンジはいいですよね、はい、そうですね、うん、やっぱりでもピッチャーで頑張るからには先発やってみたい、まあ、もともとやってましたけど、うん、やりたいと思うよね。そうそうそうです。だからそれでチャレンジしてね、はい、やってみて、だからノーリスク入りたいんやって言ってるんですよ。はい、リスクはないっていう、はい、でもしうまくいけばリターンも大きいんで、はい、そういった面ではなんかキャンプ見たら、うん、おっと思いましたよ。あと涌井がね、はい、おわっくん痩せたねって言ったの、はい、たら、おい、体重は若干増えてるぐらいなんですけどね、はい、あ、そうなの、なんかすっきりしたように見えるな、はい、だから、あ、なんか楽天はそのなんかバランスとか、うん、その骨とかなんかそのを体の調整を整えながらトレーニングしていくのは結構重んじてやってるみたいで、はい、それがじゃあいいんですかねって言って、はい、だからなんかすっきりしてて、あ、そうひょっとしたらひょっとするっすよね、はい、だから要は体重減ってしまってるってことやから、はい、ひょっとしたらパワー上がってるかもかな。良くなってるってことですね。へえ、なんか
あの仙台にたまにお仕事とかで行ってローカル番組見るんですけど、涌井投手がその仙台のバラエティ番組とか出てるわけですよ、うん、でそうするとでもイメージなかったんですけど、うん、こうやって画面に向かって手振りとかしてるんですよすごい私なんか、ああ涌井投手もこういう感じなんだと思ってシャイだからしないだけじゃない、本当はできるんじゃない、本当はできるんですよ、ね、バラエティとかも出られるんですね、シャイだから見たことなかったんで、鈴木大臣も馴染んでましたしね、あそうですか、はい、酒井が一瞬分かんなかったもんね、ロッテにいた、挨拶してきて、はい、走ってきて、はい、大臣さんって言って、誰かなって言って、うん、あ、酒井やと思って、ユニオームがクリムゾンレッドだったら、はい、馴染んでました馴染みすぎて、はい、誰か分かったちょっと一緒あれ誰だったっけ、でも現役1年ぐらいしか被ってないんですよね、そう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 、うん、でもそれでもやっぱり分かるじゃんね、そうですね、あのユニオームの違いで、うん、いいことです馴染んでるってそうでロッテから3人出ましたね、うん、第一も楽しそうにやってましたけどね、なんかみんなのおかげでなんか いろいろ入れてみたいな、馴染みやすくて、最初なんかキャッチボールする相手が大体決まってるじゃないですか、練習のなんかいないかったらしくて、あの友達いない人がいるみたいにいじられたらしいなんか FA あるみたいなそうなんですね、はい、まあ、そんな感じで時間切なんで、はい、今日なんかもうちょっと言おうと思ったら2球団で終わりっす、はい、まだ球団残ってますね、そうですね、はい、引き続きじゃあ、はい、リポート楽しみに、はい